すでに2つあったもんを3つに増やしただけなのに、みんな来る。お見事です。すごいじゃないか。そんなに？お、問題児ヘイザンが何か頼み事あるみたいだよ。ナーフさん、そろそろ私の知識を生かしてみないか。そうだ、なんか金属に詳しいとか言ってたんだな。鍵の作り方早く教えろよ。ん？そんな得意げな顔してもどんな知識を持っているのか知らないだって？君は無礼なやつだな。病から復帰した時に話をしたじゃないか。実は私は以前旅の途中に出会った伝説の鍛冶屋の子孫、雪の兵なるいかつい男から、雪の兵だ。とある金属について話を聞いてね。金属に関する知識には自信があるんだ。金属を加工して強い武器や防具を作れば、来たるヘルコンドルとの戦いにも役立つはずだ。まあね。ウシさ、この、ひとまずこのイルムルダールをくまなく探して銀を5つ持ってきてくれ。持ってるよ、たくさん。そうすれば銀の活用方法を教えるぞ。そっか。メルキド編では銀そんな使わなかったけど、ここでは結構使うのか。素晴らしい、銀を集め終わったんだな。しかしこんなカッチコシじゃ武器を作るのは難しそうだ。かまどないからね、メルキド編と違って。作ればいいのに、かなどこ。ははは、こりゃ参ったな。ははは。なんだこいつ。おお、私間違う。こいつ面白いな。これが無言の圧力というものなんだな。君なら何か思いつかないか。銀を加工して素材として活用する方法。銀の加工法を思いついたら、思いついた加工品を実際に作ってみるといい。そうすれば君のことだ。そっから何かまた思いつくこともあるだろう。結局俺任せじゃねえか。俺のひらめき待ちじゃねえか。そんなに何も教えてないぞ。ヘイザン、私はこの町に来てまだ日が浅いが、ここのことは気に入っている。必ずこの町を守ってくれ。そしていつの日かヘルコンドルを倒すんだ。もうすぐだぜ。ほら、噂に聞く君のひらめいた時のあれを見せてくれ。あれ見せちゃってくださいよ、ビルダーさん。ビルダーさんのあれ見たいな。やらねえのかよ。ピコーンってなるとこでしょ。あ、今かよ。液体銀をひらめいた。常に液体になってる銀。水銀ってやつ？メルキドになくて、ここにあるもんといえば、これでしょ。あ、あった。中間素材、液体銀。なるほどね。あ、ネバつく液体使うんだ。これ全部作っちゃっていいんじゃないの。30個、鍵をひらめいた。やっとだな。鍵で開く場所結構いろんな場所にあるからな。鎖片びら、お、守備力が高い。はやぶさの剣、うかっけー。あー、これそうだ、なんか一回切っただけでザクザクってなるんだ。作ろう、真っ先に作ろう。いろいろひらめくな、聖なるナイフ。まだある、三鏡の盾。あ、これもいいね。今作れるかな。え、これって調合、あ、調合壺じゃない。加工するの自体は作業台なのかな。仕立て台か。なんか作業台と仕立て台のなんか区分が分かりづらいんだよな。あ、今鍵あったー。てか聖なるナイフってどんな効果だっけ。不死の魔物に麻痺の効果。腐った死体系の敵に投げると痺れるんだ。ああ、ちょっと使えるかもしんないな。そういう敵増えてくるでしょ、こっから。で、まあでも鍵どんくらいいるかな。5個はいるような。探求者タルバの宮殿、あのメーダ倒した場所、あそこだけで2つあったし、とりあえず5個ぐらい作っとこう。聖なるナイフも、1回で10個で、まあ、30個ぐらい作っとこうか。なんだ、武器は仕立て台なんだ。別にいいじゃんな、作業台で。武器も。はやぶさの剣とか、あったー。はやぶさの剣。うわ、金使うんだ。でも新しい旅の扉の先で金も取れるようになったりすんのかな、もっと、普通に。これはでも作るよ。よかった、金1個取っといて。うっかりエッチなライト、ね、エッチな照明もう1個作んなくてよかったわ。鎖
鎖カタビラはリカントの毛皮。これも新しい旅の扉の先だな。これは作れる。三鏡の盾作っちゃおう。おお、また一気に強くなったもんだ。武器も防具も手に入って、鉄の剣二つ作ってたもんな。使わなかったな。ハヤブサの剣装備して三鏡の盾、よし、攻守ともに。あー、これこれ、なんか残像みたいなんでんだよ。ほらこんな感じ、かっこいい。30個もあった液体銀が5個になっちゃった。結構使うな。ネバつく液体ちょっと取っとくといいかもしんないね。じゃあどうしよっかな。なんかもう大装甲もいっぱいになってきたな。大倉庫も結構いっぱいになるようになってきたから、収納箱も併用してたりするんだけど、こういう家具系のものはこっちに入れたり。ちょっとアイテム整理してから行くね、新しいとこ行く前に。よし、新しい場所行くぜ。世界樹を探せって言ってたけど、クエストのマーク出てんだよね。またうわー、墓標がいっぱい。物作れねえっつってるくせに墓標結構あんじゃん。それとも物作りの力失われる前からこんなにたくさんあったってこと？墓標でクエストマークついてる方向にじゃあ行けばいいんだね。うわ、もう嫌だぜこれ。こういうボロキレ来た人普通に歩いてるけどさ、近づいたらこれだもん案の定。あーでも、うわ、ハヤブサの剣超気持ちいい。切ってるとなんかでけえゾンビいんな。あれ戦っていいのか、てかなんか敵の数が多くない？うわ、危ね、嫌だな。毒吐くタイプとかいんのか。これさ、聖なるナイフこう刺した、おお麻痺した、すげえ殴り放題じゃん。あーでもなんかすげえ敵湧いてくる。なるほどね、こういう敵に使うのね。あ、ちくしょう。おい、あーでも麻痺させるとやっぱ楽だわ。うわー気持ちいい、この手数の多さ。やったぜ、力の指輪、力の指輪。あー攻撃力上がるんだ。理性のリング一旦外そう。このハヤブサの剣の手数の多さで攻撃力上がるの結構でかいんじゃないの。やべ、強え、楽しい。ちょっともう、でもなんか敵多くて囲まれるとすげえ厄介だな。さっさと行こう。あーでも銀とか欲しくなっちゃう。なんか関所みたいな場所あるけど、あれじゃないの、大弓もらっていけるかもよ。あー登れない。登れないんですけど、これ、あ、なんで後ろにはしごあんじゃん、看板がある。車種への伝令と書かれた古い看板が立っている。どうやら戦いに関する指示のようだ。看板の文字を読みますか。はい。空飛ぶ会長ヘルコンドルを倒さねばこのリムルダールに未来はない。その忌々しいヘルコンドルは空中から攻撃してくる厄介な相手だ。これ参考になんじゃないの。そこで奴に対抗するために大弓を使うことにした。同じことしてる。ヘルコンドルが現れたら射手は直ちに塀の上に移動すること。ちょうどこのぐらいの高さで作ればいいってこと？なんか矢倉みたいなの。ヘルコンドルと同じ高さに登る。高さ合ってないとだって当たんないもんね。大弓を当てることができるはずだ。ちゃんと同じ高さにしないとさ。諸君らの健闘を祈っている。すべては精霊の導きのままに。でも俺と同じようにね、リムルダールと同じようにさ、今のこうやって弓作って倒すっていう発想はしたのに負けたんでしょ。こうボロボロになってるってことは。何これ、ん、何これ、古いノート。あ、これノートなんだ、初めて見た。読んでみます。ヘルコンドラ、バシルーラという聞いたこともない魔法を使う。そんなん使ったっけ。バシルーラっていうあのドラクエ
ではあの何だろう、敵をどっかに吹き飛ばすみたいな呪文なんだよね。バシルーラは嵐を起こしてあらゆるものを吹き飛ばす恐ろしい魔法だ。あ、でも物理的に飛ばすんだ、嵐を起こして。バシルーラを砦の外で受ければ遥か遠くまで吹き飛ばされてしまうだろう。とはいえ砦の中にいたとしても嵐に飛ばされ天井に頭をぶつけてしまうはずだ。どちらも痛そうではあるが、私なら頭をぶつける方を選ぶ。ヘルコンドルがやってきたら砦の中でバシルーラをやり過ごすのだ。なるほど。へえ。弓当てること以外あんま覚えてないぞ。え、何？バシルーラは建物の中に入ってやり過ごせってこと？今の話の感じだと。そういう場所も作った方がいいのかな。だからヘルコンドルと戦うようになんかいろいろ街作り変えなきゃいけなかったりするかもね。あ、新しい、これキラーリカンドじゃないの、黄色いやつ、俺の師匠のあの人もっとでかかったけど、リカントのなんか毛皮みたいなのあいつが落とすんじゃないの。今落とさなかったけど、あそこにもいる。なんか鎖片びら作るのに必要だったよね。あ、これだ、リカントの毛皮。見つけ次第殺害していこう。あ、でも結構いるな、結構いるけど、このゾンビもいるから厄介だな。うわ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 、びっくりした。違うんすよ、毛が分かってただけなんすよ。あ、そんなに強くねえな。あ、金落とした。あいつから金取んのか。ここ洞窟あるけど、なんか洞窟の中にあるわ金。なんだ、ゴールドマン倒さないと出てこねえのかと思ったわ。やった、金取れる。金やればあれだね、アクセサリーが作れたりするよね。なんか全然作ってないけどさ、これ系、ハドクのリングと満月のリング。あ、これは液体銀か。なんかあの確かこれ系全部揃えると最終的に全ての状態以上を防ぐスーパーリングっていうのを作れたはずなんだよね。いつ作れるようになるんだっけな。だからこの辺も一応作ってはおきたいよな、ハドクのリングとか。金はちょっと貴重だな、これだけ。結構深いなこの洞窟。うわ、申し訳程度金やっぱ貴重品なんだ、ちょっとしかないよ、もっと欲しいのに。で、またこのボロボロの関所通って、あ、これか目的地、これだ。あれ、あそこになんか小屋がある。あ、あれ鍵か、鍵で開けられるやつ。そうだ、これもなんかいろんな場所にあるからさ、回らなきゃいけないよね、鍵がかかった場所を使ってみよう。うん、で鍵開けたんだよ。もう敵に囲まれてなかなか進めなかったりする。何これ、あ、銀か、なるほどね。そんなに大層なもんが入ってるわけじゃないんだな、この扉って。さ、お、魔法の扉だ、火の扉よりいい扉。あ、俺の部屋につけよう真っ先に俺の部屋につけてやろう。で、この上登ればいいのかな。浄化の噴水がたくさんある。あー、手っ取り早く登るなら、こうするのが手っ取り早いかな。なんかツタいっぱいあるし、登れない。なんで上までちょっと伸ばしといてくんないの。あと1マスじゃん、どうしよう。あ、なんかたまたま中壊しちゃったけど、これ中にもなんか空間あんな。うわ、バスタブとかあんぞ。何この空間、人住んでたの。バスタブを手に入れた、ガラス窓を手に入れた嘘だろ、すごい。え、なんかこの噴水ちょっと違くない。
浄化の噴水と、ああもう物が持てねえ。新しいもん手に入れすぎて大倉庫ですらいっぱいになっちった。ついに、まあちょっと無理やり空きは作ったけど、噴水、普通の噴水、浄化の効果はないけど、そういうのあるんだな。すげえなこの空間、出入り口ないじゃん。でい、ちょっと待って、俺どうやって登ろうとしてたんだっけ。暗くなっちゃうとな。あ、誰かいる、こんにちは。私は探求者タロ。出た、クイズマン、たびたびクイズ出す人。ちょっと待って、近くて顔がよく見えない、カメラ寄れないなこの位置だと。そなたは私の姿が見えるのか。そうか、そなたルビスに使わされた伝説のビルダーなのだな。あ、ルビスのことまで知ってんの。ビルダーよ、そなたはなぜこのような地に来たのだ。ここはかつて聖なる祠という神聖な場所があった地。ほうほう、なんか言ってたな、あの人も元老はも。しかし聖なる祠は竜王軍によって跡形もなく破壊されてしまったのだ。そしてその跡地に生えた聖なる祠の力を宿した一本の生命の木もこの木ね。もうめちゃくちゃになってるけど、生を得ようとすがってきた人間たちのせいで枯れてしまった。ビルダーよ、改めて問う、そなたの望みは何だ。リムルダールの病を根絶することか、それとも空を覆う闇を晴らすことか。むむっと、俺も違う、ただ友達を助けたいだけだと。ここちょっとなんか熱いもんあるな。そのようなことがルビスに与えられたビルダーの役割だとは思えぬが。役割とかじゃねえんだよ、俺がしてえことだよ。ビルダーよ、そなたにインシエの調合台の作り方を教えよう。なんか納得してなさそうだけど、教えてはくれるんだ。全然納得してなさそうだけど、あとは聖なる草があれば友の病を治す薬を作り出せるはずだ。聖なる草は私が保管しておいたんだが、保管庫の鍵は失われている。保管庫そもそもどこだよ。鍵は持ってんだけどさ、一応。しかしそなたならばきっと扉を開く術も見つけられるだろう。さらばだビルダーよ、そなたが作る新しい世界を楽しみにしているぞ。はあ、タルバの意思を受け取った。なんかそのタルバのクイズも他にもまだあるはずだよな。この島にも多分あるよな、緑の扉の。探さないとな。イニシエの調合台のレシピを手に入れて、どうやって作るんですか。あった、あれ今すぐ作れんじゃん。調合壺破壊すれば代わりにもう作れるねこれ。なるほどなるほど。でも薬を作るのには聖なる草が必要なんだ。花だっけ、草だっけ、聖なる何かが。で、ちょっとこの上とか何もないの？ないな。なんかこの下にもちょっと空間あんな。何なのこの場所。なんで世界史の中に空間あんの？さっきバスタブあったし。やばい、ちょっと出れない。あれ？ちょっと待って、俺今どうなってんの？助けてー！助けてー！壁を破壊するしかないか。ほら！なんだこの空間。その聖なる祠っていうやつは何？この辺にあんの？聖なる祠というか、そのね、聖なる花があった場所。一旦元老庵に持ち帰った方がいいのかな、この剣は。とりあえず調合台を作ろう。そういえばなんか赤い扉でもタルバクイズやってなかったんだよね。タルバのクイズはこの拠点がある島と最初の青い扉の島でしかやってないんだ。赤い扉のとこもやんないとね。とりあえずは寝よう一旦。とりあえずここに浄化の噴水の他に普通の噴水もつけとこう。あの結構水がなんか放射状に飛んでく感じなんだな。ここにしようかな。よし、聞いてきたよ、タルバに話。世界中行ったよ。
おう、ウサよ、古の調合台の作り方が分かったんじゃな。ウサは皆には黙っておったが、エルはわしのたった一人の孫娘での。エルは病の研究を諦めたわしを心の底では憎んでおった。だからあのように。確かにわしは今も病に抗うのが正しいことなのか悩んでおる。しかし、しかしのウサは、やはりわしには加害孫娘を見殺しにはできぬ。勝手と思うか、愚かと思うか。そうじゃ、わしは勝手じゃ、愚かな人間じゃ。わしも協力する。どうかどうか新しい薬を作ってエルを助けてやって。いや、でもそれでいいんだよ。そうやって人って助かっかんだからいいや助け合っていくもんじゃんって言いたかったのに。いいこと言ってる感出して。調合壺を破壊して、で、仕立て台か作業台かで作るのか。イニシエの調合台は、イニシエあったあった、作るぜ。よし、これなんかね、俺ちょっとでかかった気がするんだよね。俺の記憶だとでけえ。調合粒よりちょっとでかいんだよな。でも置けるか、ギリギリあの薬局のスペースで。6マス使うけど、ここに、あー、ダメか。あ、でもなんか俺が思ってたよりスペース使うな、見た目より。 3×4 で12マス使うのか。じゃ、この壺破壊すりゃいいのか。壺破壊して、これでなんとか置ける、この部屋に。歩く場所がない。1マス分しか、外側の。なんか部屋的にはさ、なんかこれ使ったやつないんだっけ？ちょっと場所狭いけど、狭っ。さっきの薬局と同じように壺を置いたら、あ、テーブルの上置けないんだ、壺って。無理やり置いたな。跳躍、できた。跳躍研究所初めて作った。すげえ。俺昔プレイしてた時でも作んなかったやつだ。へえ、道具の回復量 50% 上がるって結構すごくない？普通の薬草とかでもかなり回復するんじゃないの？ただすげえ歩きづらいよ、この部屋。ごめんな、元老は。使いづらくしちゃった。薬局。王室だよ、よくぞ聖なる雫の製法を思いついてくれた。聖なる雫があれば、病だけでなく、この地の毒素も浄化することができるじゃろう。しかし、まずはじゃ、聖なる雫を作り、エルを救ってほしい。さて、聖なる雫の原料となる、世界史の根元に生える聖なる草なのじゃが。根元にそんなんあったっけ？ああ、そうだよね。世界樹が枯れてしまった今、その草失われてしまってる。ああ、そうだよね。びっくりした。なんか根元にあるって言い出したから。タルバが保管してた場所にしかないんだよな。うん。探求者タルバが保管していたものがあるらしい。失われた保管後の鍵さえ作り出せば聖なる草が得られるじゃろう。それをなんか畑に植えて増やせばいいんじゃないの。そしたらもうその病完全に克服したことになるでしょう。なんとか保管庫の扉を開ける鍵を作り出すのじゃ。持ってます。そしてエルを救う薬の原料となる聖なる草を手に入れてきてくれ。あ、目的地表示されたから、また緑の扉の先行けばもうクエストマークが出てるんだね。目的地マークが、そこに向かって行けばいいだけか。他の人は特に何もないの？なしか。なるほどね。でも目的が一つに絞られて、うん、やりやすいといえばやりやすいかな。あ、液体銀も足んねえ。聖なる草だけじゃなくて、銀もちょっと増やしとく必要あるな。じゃあ、ちょっと一旦この辺でまた中断しようかな。結構長いことやっちゃったし、滑舌悪くなってきたし。
ずっと喋ってるとね、徐々に悪くなってくるんだよね。もともと良くはないんだけど、滑舌。じゃあ、まあそうだな。液体銀増やしておいたり、ちょっとこの辺の畑、手直ししたりとか、そういうことをやりつつ、また次回をお楽しみに。どうぞ。はい、ありがとうございました。